ハイチです。今回は久々の料理動画やっていきましょう。で、クリスマスが近くなりました。まあ、クリスマスといえばとあんまピンとこない方もいるかもしれないんですけど、自分はすごいクリスマスといえばローストビーフというね、イメージがありまして、まあ、普段からも大好きで作ることはあるんですけど、今回は簡単に作れるローストビーフ作っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では今回の主役のローストビーフの肉ですね。でこちらが今回は肩ロースのブロックを使っております。あとモモとかでもいいのかな、いけると思うんですけど、だいたいスーパーに行ったらローストビーフ用みたいなのが書いてあります。でローストビーフですね、多分みんながこう食べたいみたいな話をすると高いからダメよって言われます。そうで実際ねローストビーフは買うと高いんですよ、あのできたもの。そう高くて、今日スーパーで見てきたら薄いのが9枚か10枚入ってて600円とかだったの、そのスーパーだと。そうでこの肉がですね今回330g で、850円ぐらいの肉を使っております。だから俺はすごく簡単に作れるんで作った方が絶対安上がりだと思ってるんだけど、そうなんで、まあ、今回この肉を使っていきましょう。でまず、この肉ですね、できれば調理を始める30分前ぐらいに冷蔵庫から出しておいて室温に戻しておくといいです。ただ夏とかめちゃくちゃ暑い部屋に置いておくと肉ちょっとね悪くなってしまうので、そこは気をつけてください。ではまず下ごしらえからですね。でこの肉にですね、この塩コショウ、まあ、塩とコショウとかでなんかねブラックペッパーとか使った方が美味しいらしいんですけど、うちにはブラックペッパーなんてシャレオツなものはないのでまあ塩コショウを適当にちょっとね吸い込んでいきます。全体的にね、あんまりかけすぎると辛くなっちゃうんであれですけど。でまあ紐とかをねで結ぶなんていうのもレシピに載ってたりするんですが、ちょっとめんどくさいんで知らないっす。はいまあこんな感じで塩コショウを全体的に振っていってください。では焼いていきましょう。でまあ油ですね、自分ちょっとオリーブオイル使っちゃうんですけど、オリーブオイルを入れますと。で自分はまあ中火と強火の間ぐらいですね、結構火力高めにして、まあ、強火でもいいんですけどね。表面を焼いていきます。ちょっと馴染んでるかな。よし、じゃあ焼いていきましょう。いいですね、この音だけでもご飯食べれそうですけど。はい、という感じで、まあ、こんな感じでね全体的にこうやって焼き色をつけていきます。まあ、こういうところとかもね、こっち映ってる、こっちとかも焼き色をよいしょつけてもらえればと思います。では次にサランラップを使っていきます。でですね、サランラップをよいしょまあこう出しますと。でさっき焼いた肉をですね、まあ、乗っけます、そこに。で巻くんですけど、で巻いていきます。でこの時に紐で結んでないのでちょっとこう崩れちゃうんですよ。だからちょっとギュッギュッっていう感じで、なんだろうな、縛るわけじゃないですけど、ちょっときつめにギュッてやってあげると成形しやすいというか。で自分はこれ三重にします。今1個くるんで次に、はい、これで3つ目ですね。でちょっと今日撮り始めた時間が悪くて、太陽光がねこっちから差してるんですよ。自分はこっちに立てばね日陰に多分なるんですけど、若干画面ね明るくなっちゃって申し訳ないといった感じで、ちょっときつめにねギュッギュッとして、こんな感じで三重のね肉の塊ができると。そしたらジップロックがちょっと必要なんですけど、こういうジップロック、こう封ができるやつに入れます。今焼いたやつをこんな感じでね、で入れたら、あ、ちょっと沸騰してきましたね。封をするんですけど、空気をもうできる限り頑張って抜くここに関してはちょっとね、まあ、こんな感じで頑張って格闘してください。よいしょ、で抜きましたと。まあ、これでラップ三重のジップロックが入ってるんで、水が入らない。今からお湯の中にこれ入れるんですけど、これで OK という感じです。はい、ということでこのぐらいになるとちょうどねお湯が沸騰してきました。そしたら、タイマーを用意してください。まずこうね、太陽でガッツリきたね、ちょっと下げようか。沸騰してきたらさっき包んだこのジップロックの肉を入れます。やけどしないようにね入れて、でね用意忘れてた、よいしょ。なんかサイズいい皿を見つけてですね、
こう落とし蓋じゃないんですけど、熱っ。ってなるから気をつけてね。皿で落としてあげます。浮いてきちゃうんで。で、タイマー3分。これは火をつけたままで OK です。この3分待ちましょう。はい、ということで、3分経ちました。そしたらですね、火を止めます。で、こっから、あ、それで、ふたしちゃおうか。で、こっから蒸らすんですけど、この蒸らしていきます。で、時間が、うちはですね、25分で蒸らします。よいしょ。で、これですね、好みが出ると思うんですけど、基本的には20分が、今まで何回か作ってきて、20分が、なんかこう、程よいローストビーフ感になる。個人的には。で、ちょっと中身が赤が強くて、レアが、ね、レアっぽいのが好きな方、多分みんなの学生だったら、みんなのお父さんとか好きな方いるかもしれないんですけど、その場合は20分から2、3分。減らしていく、まあ、17分とかそのぐらいにしていくとちょっと赤みが残る。15分とかでもまあ作ったことないけどいけるかもしれないです。で、うちが25分にするのはうち息子が2人いて、上のお兄ちゃんも結構好きなんですよ。で、ちょっと赤みが強いレアなものを子供にまだ食べさせたくないので、ちょっと、普通のものよりも火を通したいんですね。となので、5分上乗せで、蒸らしていきます。では次にソースを作っていこうと思います。で、実際スーパーに行くと、まあ、こういったね、ローストビーフソースなんでも売ってます。で、これが250円ぐらいなので、ソースめんどくさいっていう方はこっち買ってもらえれば、さっきの肉と合わせても、まあ、1000円ちょっとで作ることができますので、まあ、ぜひこっちでやってみたらと、美味しいですからね、普通にね。思うんですけど、まあ、今回はせっかくなんでソースを作っていこうと思います。で、まず、今テロップで出してると思うんですけど、ちょっと使うものが多いです。まあ、あと混ぜるだけなんですが、1個だけこの玉ねぎが少しめんどくさくって、まあ、玉ねぎ普通のサイズですね。で、これをまず半分に切っていきましょう。で、いつも全部使うんだったら剥いてから切るんですけど、僕はちょっとね、全部は使わないので、まあ、皮付きでいってしまいます。よいしょ。で、自分は4分の1を使うので、よいしょですね、まあ、こんな感じでは、頭とね、お尻の部分を切り落としてもらってから、まあ、皮をこう剥くと。で、これをね、すりおろします。今からみじん切りとかではなくって、まあ、おろし器をこういう感じで使ってもらって、で、おろし器は慣れてないと、このね、おろしの刃の部分ってここ引っかかると怪我するんで気をつけてね。今音拾っちゃうんで、つけてあんま大きくしてないんですけど、これやるとき絶対換気扇みんな強くするんだよ。目やられるからね。やられてるけどね。で、おろし器によっては、なんかこう手が当たんないように押さえるやつとかもあるんですよ。そういうの使うとこういう風に余ったりしないんですけど、俺のやつそういうのがないやつなんで、手が当たって最後痛くなるんですよ。で、この辺がちょっとね、残ってしまうと。で、もちろんこれを使う必要はないんですけど、ちょっと自分もったいないなと思ってしまうので、ちょっとこれ細かく刻んで入れてしまいます。で、滑るからね、気をつけてね。はい、という感じで、まあ、ある程度こうね、みじん切りできたら、自分はこれを混ぜてしまいます。で、さっきすりおろしたものですね、こいつと、まあ、くっつけるというかね、一緒にするんですけど、で、自分は水分は捨ててしまいます。この玉ねぎ、かなり水分出てくるんですけど、で、このすりおろしたやつの中に、たまにこう、大きな破片とかが入ってるので、まあ、これはみじん切りにするか、除去してください。ちょっと口当たりが悪くなってしまうので、で、自分はさっきやった、みじん切りですね、を混ぜて、います。これで玉ねぎを、まあ、すりおろしがね、まず OK です。ではここからもろもろ入れていきましょう。で、まずオリーブオイルからいきますね。これ大さじスプーンです。オリーブオイル大さじ1ですね。1入れて、で、レモン汁は、まあ、少々って一応テロップ出したんですけど、自分は小さじスプーン、小さじ1まではいかないんですが、小さじスプーンの半分ぐらいを入れます。自分はね。で、ちょっと待っておくか。で、まず醤油ですね。醤油大さじ2です。で、次が料理酒、これも大さじ2でございます。で、お酢ですね。お酢大さじ1いきましょう。砂糖も大さじ1で、ちょっとこっち大さじ別のスプーンで飲みますけど、大さじ1ですね。で、ニンニク、まあ、よくチューブで売ってる、多分お家あると思うんだけど、こういうチューブのニンニクのやつをいきます。むにゅってなって、まあ、大体な位置で
よいしょ。ではニンニク臭いのが嫌な方はニンニク除いて、まあちょっと入れた方がこれいいと思いますけど、減らしてもいいと思います。これねめっちゃいい匂いしますから、ほんと、あ、ローストビーフ食べたいっていう匂いがしてきます。はい、という感じで、まあ匂いは伝えられませんけど、これでソースの完成でございます。はい、ということで25分経ちました。そしたらですね、まずちょっと持ちながらと危ないかな、待ってね、まずお皿どけますと。でこのお皿もめちゃくちゃ熱くなってるので、布巾なんかで、片手をよいしょ、これ使うか、はい、どけます、熱くなってるかね、よいしょ。で、肉ですね、これを取り出します。まあ、トングとか使ってください。はい、で、ここからすぐ開けて食べたいっていうところなんですけど、冷めた方が肉が切りやすいので、このまま少し冷めるまで置いといてください。では切っていこうかと思います。じゃあまず、まあ、冷めてるんでね、やけどはしないと思うんですけど、ジップロックを開けます。で熱で多分ジップロックが結構ふにゃふにゃダメになっちゃってるんで、あのくっついてると思うからね、まあ、ちょっと手で取ってもらって、でいきましょう。でこれ今ラップ三重にしてありますけど、肉汁が出てきます。それちょっとやけどもしないように気をつけてください。で、あの肉汁でソース作りたいなんて、そういうレシピもあったりするので、そういう場合はここの肉汁の部分をなんかどっかの具材に取っておいてもらって、なんかね利用してもらえてもいいのかなという感じはします。自分は使わないんであれなんですが、はい、これが、肉の塊でございます。じゃあね、早速切っていきましょう。包丁使うんでね、気をつけてください。で、まあ、薄く切った方がいいと思います。まあ、熱いのが好きな方もいるかもしれないんですけど、まあ、手で押さえてもらって、切っていきます。で今2つ目なんですけど、まあ、こんな感じです。切れ見えるかな、ちょっとあれですけど、結構火が通ってる感じで、この辺の結構火が通ってるところをうちは息子にあげて、で中の中心部分ちょっと赤みが強いところを、大人の、まあ、自分とか奥さんがね食べるっていう感じでいつもやっています。はい、ということでこれで完成となります。で今だいたい肉を半分切って、13切れぐらい、まあもちろん一切れはちっちゃくなりますけど、だいたいこのボリュームで作れますので、よかったらねぜひ作ってみてください。ではいただきます。うん、おいしい。ごちそうさまでした。